お疲れ様です。お疲れ様です。この角度この角度めちゃくちゃキャリーですよ。この角度が似てるんですね、はい、この角度で後編いきます。はい、はい、後編は、引き続きマーナさんとパンを作ります。この角度でどこ見てるのでパンを作ります。これなぜパンか分かりますかね。いやー、ちょっとそれもね、マーナさんにお伺いしたいと思います。はい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 、はい、いや、というのも、はい、まあ、ここマーナさんのご自宅なんですけど、はい、お邪魔して、ね、マーナさんがですね、うん、実は、はい、CD というか EP というか、はい、デジタルで配信リリースをするんですよ。おめでとうございます。今日あなたと一緒の、はい、レーベルメイトですね。レーベルメイトなんで、はい、それもあり、レーベルメイトですね。あ、そうそう、はい、分かってきましたね。はい、はい、そんな感じで後編を、はい、はい、やっていきましょう。似てるなここ似てるな。キャリーも手洗うんですね。今特に気をつけて手洗わないと。そうですね、はいはいはい、あー、この角度むっちゃ似てるわ、うん、いけんちゃう何いけんちゃうって。まずね、はい、料理は手洗いですからね。はい、手洗いして、そう、キャリーが2人いるのに慣れちゃいましたけどね。そう、さっきね、ちょっとだけ下準備をマナさんにしていただいてて。なるほど。はい、これはこねて発酵まで割ってるんですかね。1時発酵まで。寝られてます。全然料理やらないんで僕は全く分かんないですけど。まあ、パン作れる人って本当にそんないないと思う。キャリーだとどうやって言うんですか。パン作れる人。いけますね。え、はい。はい、一次発酵が終わった。うん、すごい。すごい。うん、すごい、すごい、すごい。気持ちいいんですよ、これ触るとね。とっても可愛い。生きてます、これ。イースト菌入ってるから。触ります。生きてます。あったか。すごい。イースト菌だって。イースト菌は、はい、生地を膨らます。うん。うん、ここで、はい。はい、なるほど。いつからパン作ってるんですか。パンはもう、うん、20年はいかないか、20年ぐらいかもしれない。ベテランですね。なんでパン作り始めたんですか。なんか私内科で、うん、バイトしてた時があって、子供保育園に入れてる時にパーとか、はいはい、その内科で一緒に受付してた、うん、あの主婦の人が、うん、あのパン先生やったんですよ、自宅で。はあ、はい、パン焼きたいと思って、うん、で習い始めて、はい、6年通って、そこからで今もたまに焼いてるんですか。今も焼いてます。全然めっちゃ焼いてる。すごい、焼きたてのパン食べるのね、楽しみ。手作り、じゃあ、はい、これを、はい、一次発酵終わったやつを、はい、分割していきます。はい、じゃあ40から50にしよう。はい、50を32。ちっちゃい声鳴らすね、作るときは。ああ、確かに。これちっちゃいさ、これきっちりやる人もやっちゃう。はい、すごい、なんかもう慣れちゃいましたけどね、キャリーが2人いるのに、ね、絵で見てないからこちらは分かんない。すごい慣れてる。みのるさんもやってみたらどうですか。じゃあ、はい、50いきます。はい、お願いします。
全然そんなスパンスパンって綺麗にいかないんだけど、まず41あーできましたよ。できましたね。その感じで、はい、こんな感じで、私はね、ミスタードーナツでね、ドーナツ作ってたんでね、作ってました、バイトしてました、昔。じゃあちょっと、ね、ドーナツも迷ったんですよね。なんかドーナツも結局ドーナツ作り、うん、揚げるだけなので結構工程が簡単で、同じ高カロリーだ。なんかマーナさんのが優しい感じするよ、うん、なんかイノリノさん雑な、ああ手加減ね、うん、なんか愛情ね、だからマーナさんの方が食べたくなるな。ちょっとなんか焼いたら分かんないでしょ、どっちの。いやいや、まあ、料理はそっからなんか、なんか手際がいい、意外に男っぽい、ちょっと料理全然普段やらない。あ、そうなんだ、全然そういう感じしない。家庭に憧れてたんで、ほいほいほい、あの幼少期の頃がすごい壮絶すぎて、はい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 、あったかい家庭に憧れてた。いやー、わかる、わかりますよ。だからでもね、パンをその食べに集中して、はい、あの毎日焼いてたのはそういうなんかあったかい家庭の象徴みたいな。はい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 、はい、ですね、それもありますね。でもお子さんは絶対嬉しいですよね、うん、毎日パン。そう、私がパン焼いてこう、うんうんうん、とかお菓子とか作ってたから、はい、本人もお菓子、女の子がいるんですけど、はいはい、本人もお菓子作りが好きで普通やるんですよ、うん、お料理もしてくれて、結果的には良かったかな。だから難しいですよね、反面教師で私みたいにやるようになる、うんうん、思うじゃん。ああ、そうですね、そうですね、いい感じ、上手。わかります、確かに。なんかでも、うん、あれですよね、結婚されたってことですよね。そう、なんかね、19歳の時に19歳の時にできて、はい、なんかもうあのもうね、誰かとさよならすることがもうすごく嫌で、恐怖みたいな、一人になるのが嫌だなみたいな、はい、ちっちゃい頃から結構一人が多かったんで、それで結婚したのに、ね、子供ができて旦那さんができれば、うん、まあ、お別れってないじゃないですか、うん、丸めます、そんな気持ちを込めて、じゃあ、はい、丸めます。どんな気持ちですか。え、でも横で、こっちに丸めたら、こっちに丸めたら、うん、この丸めたとこ下にします。はい、そしてこれをちょっとこうやって猫の手みたいに引くんですね。そうそう、ここに針が出るんで出るのか、うん、この子はもう絶対下で、あ、でもいい感じで、9です。9、うん、そうです、そうです、うまい。で、9ってやって10って、それを繰り返す。はい。あ、そうです、そうです、そうです。下になんか、この布の下に埋めるの。うん、これは何の、あれなんですかね、丸めるの。寝かせるためのコーデ。あ、上手。嘘！初めの人ってめちゃめちゃ下手なんですよ、これ。あ、上手。で、後ろのこの、ここを見てみると、こうなんかこう、あと下に、そう。そんな綺麗になってる。集まる。まあこれもう、長くやってる。でも上手。え、楽しくなってきた。それをずっと繰り返すね。次の工程に。はい。できましたね。そう、これ丸め、分割丸めっていう工程ですね。分割丸め。これが一個のパンになります。うんうん。どうすか、やってみて。私が3個やってないと思う。マナさん全部上手。それはプロだもん。綺麗だ。何戦いに行ってる。マウントだ。取ってない。だから壁崩壊するんだ。やめだって。じゃあ、はい、寝かせましょう。はい、歯がこのようにちょっとね、膨らむんですよね。だからここ行きたいところなんです。
化するんですね。暗く、まあ乾燥させないみたいな。そういうことか。未来で寝かせちゃいます。楽しいですか。楽しい。全然マーナさんの話引き出してないですけど大丈夫ですか。ちょっと待って。一応新曲のプロモーションも兼ねてるんで。そう、新曲。頼みますよ、ね、マナさん優しいからいいですけど頼みますよ。パンパンパッパッパンパッパッパッパン それ何にも知らない人が見たらただババですよ。いい歌、いい歌。曲名読み上げる練習したんですけど、まだ1回も成功してないんですよ、ね、オッケー。10ベンチタイム15分。から何のパンかこう決まるそうですか。はい、食べたいパンとかあるんですか。食べたいパン、ちょっとご飯系がいいですね。ご飯系、そう、なんかあの甘くないやつ。何甘くないやつがいい。何言ってんの、ご飯で。おかずパン。そう、おかずパン。なるほどなるほど。オーソドックスな、じゃあハムとマヨネーズパンにしましょう。ハムチーズパンとマヨネーズパンにしましょう。素晴らしい。ハムとチーズ。ハムチーズ。ハムとチーズで。ハムチーズ。シュッとしてチャリン。CM 来ないかな。ピンって。ピンって。じゃあこうちょっと。ちょっと戻します。はい。ジブリの世界や。キキ。そうだ。あ、なんか伸びなかったら若干手で伸ばしましょう。はい。チーズパンでハート型でございます。はい、これを今から二次発酵、仕上げ発酵。そう、二次発酵します。あー、なんかいい感じですね。配信もしつつね。配信もしつつね。こういうの普通のオーブン。そう、普通のオーブン。あー、うん、パン焼くの発酵ができるとか。あ、そんな感じですね。発酵が40度、うん、で、25度スタート。パランチャ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 ン。テレテテテテテ。育ちました。すごい、ふっくり育ちました。じゃーん、すごい、ふっくらしてる。うん、ちゃんのなんかあのこじらせパン。このやばいやばい、こじらせだいぶこじらしてる。仕上げ発酵が終わりました。さっきりのりのちゃんが作ってくれたかわいいこじらせこちゃん。私たちやっぱハートがあれなのかな、ちょっとこじらせなんかやっぱあるのかな。それに
あのお化粧します、卵で。なるほど、照りを出します。そうですね、こうやって照りします。照りします。じゃあ照りてりお願いします。はい、その間に私はこうちょっとはーい、クープって言って、うん、あれします。もうねあれしか出てこないんです、私え、パンをよく作ってたから、うん、パンをテーマにしよう。そうなんです、あのね、まだみなみちゃんパンを作ってて、うん、なのにね、気持ちがこもると思うんですけど、うん、すごい気持ちを込めて作っても、うん、もうかわいい、このパンみたいな、これも愛しい人に食べてほしいな、今日この人に食べてほしいなみたいな気持ちで作るじゃないですか、うんうんうん、今日だったら私はドミノちゃんがね、皆さんに食べてもらいたい、そういうので、なんか20年焼いてたんで、うん、その思い入れが強い、はい、で作曲してくださった方がパンの歌って言って、めっちゃいいなと思って、そんな思いを込めて作ってても、うん、食べててもなんか食べ物食べる時って、うん、子供の頃とか、うん、これまた悲しい話になっちゃうんですけど聞きます、なんか嬉しい話になっちゃうんですけどね、分けられるのですか、ね、そうそうそうあ、じゃあここもお願いします、悲しい話になっちゃうんですけど、全部言っていいですか、悲しい話になっちゃうんですけど、なんかあの一人で例えばラーメン食べるとか、うん、一人でご飯食べるとか、うん、その例えばラーメン食べた時に、うん、チキンラーメンだったとしたら、はい、そのチキンラーメン食べた時に幼少期に一人で食べてたなとか、そういうの思い出すじゃないですか、あ、わかります、まあ、例えば帰ってきて、うん、ご飯がなくて、うん、なんか煮干しかじってたとか、うん、冷蔵庫にあるそういうのの煮干しの思い出とかつくじゃないですか、つきますね、実際そのパンに子供たちがいい思い出を作って欲しかったんですよ、はい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 、例えば学校で嫌なことがあっても、うんうん、まあ、ママが焼いたパン食べたら、うんうん、あの温かい気持ちになったっていう、うんうん、とか、まあ、嬉しい時もパン食べるみたいな、嫌な時、大人になった時に、うん、まあ、パン食べたらホッとするみたいなのがずっと続けばいいなっていう、うん、あ、もうあれですね、魔法のアイテムみたいなパンが、そうですそうですそうです、パンを見るとパン食べてパンの匂い嗅いで思い出すことが、うんうん、なんか元気になることだったらいいな、うんうんうん、とか安心することだったらいいなみたいな、結構深い、割とね深めな気持ちがこもってます、めっちゃいい話だからね、うん、思ったり、のんのちゃんも苦労したでしょ、しました、うん、苦労するってすごい宝になりますよね、でも何でもないよりは宝になると思う、うん、結果なんか、うん、何とも思ってないって言ったら言い方あれですけど、わかります、わかります、でもそれってめちゃくちゃ強さが身についてるんですよね、そう、引きずることでもないし、うん、わかります、なんか真実というかネタというか、はい、今となっては別に普通に話せるというか、そのこだわりがなくなるとかありますよね、だって今生きてるんすもんね、なんだかんだあっても好きなことしてみたいな、そうそうそう、なんか変なのが入ってるなんか入ってる、誰のが、テレ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 、熱感情、熱感情、はいはい、はい、いよいよですよ、ここから12、3分で焼けちゃいます、まあ、来るとは思ってましたけど何しに来たんですか何しに来たんですかね、何しに来たんですか、違う違う違う、ね、え、パンを仕切った、そうっすよ、あ、仕切ったんで、ちょっと食べないと食べに来たんですか、食べさせていただかないと、男梅、男梅ですね、やっぱ、うん、あとワンちゃんの世話まあだけど、まあワンちゃんです、そうっすね、そうですね、呼んでないんすよ、呼んでないことないでしょ、呼ばれてはいるんですちょいちょい映ってましたからね、映り込んでました映り込んでましたよ、赤いハイボレーみたいな、あとでリアクション頼みますよ、任せてください、
さって言ってきたよー。あー、かわいい、かわいい、すごい、明日をあげたから。すごいね。すごい、あー、焼けた。さっきのパンがこんなに可愛くなりました。パンもできました。はい、できましたよ。どうしても、はい、パン食べたいって言ってる方が、はい、そいつもちょっと今キャリーになってるんで。あ、やっぱね、お揃い、みんなでお揃い。見てもらっていいですか。はい、シュッとしてシュッとしてなんかそうです。もうなんかいないことないよね。もう絡まず普通に食べましょう。絡まずおかしいでしょ。絡まず、そうそう、すごーい。うわー、一つなんか怪しいのありますよ。あ、すげー、すごい、とろけるチーズが、チーズが、チーズすごい、よいしょ。パンがどうすか、これ美味しそう、美味しそう。梅干しですね、一つですね。やりやすいと思いますよ、ギャグ。あのネタバレ全部捨てやつやるんですか。しかも焦げとらん、梅干し、まあ、アーモンドみたいな。よいしょよいしょ、うわ、よいしょ、美味しそうなパンが焼けました。めっちゃいい匂いする。おいおい、いいかな。はい、パチパチ。ちゃんとボケれるんすか、大丈夫すか。大丈夫すか。大丈夫すか。さあ、誰に来たの。頼みますよ。今日の会って笑えないですから、頼みます。キャリーちゃんのライブの、はい、あの MC が独特で、なんか食べログで 3.5 以上のとこってなかなかないんですけど、この間見つけまして行ってきました。それでは聞いてください。サイエントコー、サイエントコー。可愛いんですよ。大丈夫ですか。笑いがないですよ。最後頼みますよ。出してみます。頼みますよ。シチュー、シチューかぶるとかでもいいですよ。紅白ですごいめでたいことになります。キャリーちゃんに完成、焼き上がりました。ハム、チーズパン、はい、とマヨネーズ、あ、ブラックペッパーちょっと特別で、本当はね、パセリやった方がいい。なんか変なパンが変なパンが、変なパンがあるよ。めちゃめちゃ変なパンがあるよ。これ試食です。これ試食です。これメインで、これ怖い人、これメイン。何ですか。いや、私みんなに見えてるんですか。幽霊じゃない。赤い幽霊出てこないですか。普通のやつをお二人食べてる。はい、いただきます。いただきます。いただきます。え、美味しそう。いただきます。うん、大丈夫、選択できる。美味しいですか。うん、これは食べログで 3.8 超えてます。あ、そう。何が聞いてください。さあどこで切ってんすか。今笑いがない。すいません、行きますから。頼みます。本当、思ったより軽いですね。軽いでしょ。うん、あ、いやいや、いいですね、いいっすね。妖怪が勝手にパンを取った。梅干しが乗ってますからね。スパーイ。誰だ。こいつは呼んだ。でも普通に美味しいんじゃないですか。普通に美味しいです。最後に宣伝を。はい、
お願いします。バーナさんの、はい、バーナさんの新曲パンパンパパパンパパパパンが2月24日水曜日 Apple Music Spotify などなど各種サブスクにて配信が開始されます。このね、マーナさんが20年間作り続けたファンの思いを込めた一曲になってますので、ぜひ聴いてみてください。そしてですね、2月28日日曜日、マーナさんともう一人ゆうやゆうやさんというモノマネ芸人の方、お二人2月24日に出す新曲をもとにライブを行います。こちらも概要欄に載せときますので、有観客プラス配信で見ることもできますので、ぜひ私も司会として参加させていただきます。すごい、ウルキャリアできるんですかね。ああ、できそうですね。ダブルキャリーいいじゃないですか、ね。じゃあ聞いてみましょうか、できるか。そうですね、うん、はいはい。なんでもろもろどうぞお楽しみに、よろしくお願いします。ということで今日のゲストはマーナさんでした。ありがとうございました。またねーの、シュートしてチャリン。あ、お前滑ってんじゃん。やっぱいら、今日キャスティングミスだな。そのことない、俺が悪かった。違う、僕が、はい、失敗しました。じゃあ次頑張りましょう。